乗り物に会いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京都豊島区にある池袋大橋を紹介するよ。池袋駅西口の北側の出口を出たらまっすぐ進むよ。そのまま線路沿いの道をおよそ5分歩けば乗り物ゴーゴー到着。ここが今日のスポット池袋大橋だよ。たくさんの線路が並んでいるよね。ここからは東武東上線や JR の電車が見られるんだ。早速来たよ。あれは埼京線だね。東京の大崎と埼玉の大宮までを結ぶ路線だよ。今度は東武東上線。東京の池袋から埼玉県北部の寄居までを結んでいるんだ。次に来たのは JR 埼京線と直通運転している臨海線の車両だね。あれ、あっちにも線路があるっぴ。そう、ここ池袋大橋は橋の途中にある階段を降りると JR の湘南新宿ラインや山手線の電車を見ることもできるんだ。そうなの？もっと早く教えてよ。ごめんごめん。あれは東武鉄道と直通運転している JR の特急鬼怒川だよ。そっか。ラッピー、ここ池袋大橋からは電車だけじゃなくて珍しいバスを見ることもできるんだよ。珍しいバス？見てみたいっぴ。ラッピー来たよ。池バスって言って電気の力で走っているんだ。いくつタイヤがついてるの？左右で10個もついているんだよ。こんなバス初めて見たっけ。さらに黄色い池バスも走っているんだ。次は乗ってみたいな。池袋大橋は池袋駅西口から歩いておよそ5分だよ。